はいどうもお疲れ様でございます。隠居 TV の久保です。あの、千日開放業っていうのがね、よくテレビに出るようになって知られるようになりました。この千日開放業っていう修行は、1300年以上、その修行の存在があったわけなんですけども、成功者は2009年に2人目が出て、たった2人なんですよね。もちろん、 記録に残っっててる上でで、人ってことなんでもしかしたらね成功者は他にもいてただ知らせてないだけなのかもしれません特に最近は世の中でどんな修行があるのかなっていうふうに興味を持つとメディアが取り上げたりインターネットで調べたりいろんな記録が出てくるんで知られることになりましたけども本当に千日開放業っていうのが最も大変な修行なのかなという疑問も同時に湧いてきます。実はね、これが一番、 修行の難易度で高いですよってものは存在しないらしいです。というのが、それぞれの修行に目的意義があるからなんですよ。まあ、ですんでね、修行の期間が長いから大変なのかって言っとそうでもないらしいです。瞬間的に終わるのに、その修行に押し込まれてしまう人もあるということで、なかなかね、荒行のランキングってのはつけられないし、つけるものではないってのが一つの見解なんですよね。 千日開放魚はとっても大変な修行で食事や睡眠の制限がありそして山々をね登ったり下りたりとかする非常に過酷なもんです雨の日も風の日もということがありますでもそういうふうに山を行ったり来たりするのだけが難易度を測るのかっていうとそうでもなくって全く動かないいいうね修行もあるんですよ微動だにしななみたいな、ね、そうなると今度はほとんどの人ができないとそれも なかなか困難な修行だと言わざるを得ませんで、今回紹介するのが千日開放行以外の修行なんですけども三つ紹介しましょう例えば十二年こもり山行っていうのがあります十二年間山にこもると書くんですけどもね比叡山で十二年間山にこもって修行するというものがあります千日開放行と同様に食事や睡眠は厳しく制限され 厳しい寒さや暑さ、孤独との戦いも強いられるということですね。まあ、12年間、すべてのことを社会から確立して、誰ともスマホでやり取りせずに、世の中の情報もわからずに、食べることも寝ることも制限されて、そんな12年間を送るわけですよ。ね。30代で、その修行に入ったとしても、修行が終わる頃は40代。ね。もしかしたら、懲役刑みたいな、 話になるかもしれませんね他者との関わりは全くありませんから懲役よりも長い時間に感じるかもしれません2つ目「鉄作業」ね「鉄の鎖の行」と書きます体に重い鉄の鎖を巻きつけて鉄の鎖をぐるぐる巻きにするわけですよその状態で山道を歩く修行ですなんかこれも刑罰みたいな感じですよね で、これは肉体的にも精神的にも非常に厳しい修行で、戦日解放業以上に死亡事故も多いと。そんな修行らしいです。だから、危険度で言えば、戦日解放業以上の修行でしょうね。戦日解放業を取り組む人たちも、きっと、この鎖業よりは楽なんだというね、そんな気持ちで取り組むのかもしれません。三つ目、入庭です。生きたまま、自ら、管保家に入り、 瞑想する修行です。ね。長期の断食、断水を行い、死と向き合いながら悟りを目指すと。非常に危険な修行であり、これも成功者は極めて少ない。通常、水が全くない状態で人間は3日か4日ぐらいで死んでしまいます。でもこの入庭はもっと長い期間、肝桶に入るんですよ。もちろん食べません。水も飲みません。一体どうやって、 この修行を1週間なり2週間完成させるんでしょうね千日開放業よりも取り組む修行の期間はぐっと短いですしかし死亡率はぐっと高いです一体修行って何なんでしょうねまさにそれを悟るために修行するらしいですけどねじゃあ今回は千日開放業以上に過酷なんじゃないかなと思う修行についてお話ししましたけども どれが一番大変かどれに比べてこの修行は楽なのか比較することはまさにその修行の中に入ってないそうですじゃねんだそうですじゃ